僕はもう上村君のことは勝手に「ゆとら」っていうあだ名を使うんですけども何か僕に対してんか僕が何か言うと「あっほんゆとりは」とか「なん当子役上がりは」みたいなそうそうそういつもなんか全部それで片付けるじゃないですかでゆとりと子役上がりを一緒にしないでほしい俺も30だけど俺も子役上がりだからそうなると俺も一緒た俺も一緒くたにディスられてるって思っちゃうから。 <laughs> 俺も巻き添えコントローね、<の>うん、そうっていうような状態もありますけどね。ゆとり、えー、実際どうですか？うん、ゆとりほらよくさゆとりって言われるのって、うん、あのゆとりというかその平成生まれだったりの、はい、あの子たちって嫌がったりするじゃん。うん嫌です。やっぱ嫌だ。なんか嫌です。なんで？なんなんなんかゆとりって。 なんかすごいゆったりしてるみたいななんかのほほんと過ごしてきただろうみたいなああちょっとバカにされてる感じがすんのかなゆとりだからみたいな神谷さん言うじゃないですか言うねうるさいこのゆとりがゆとりがっつって言うんですよねでも全力で生きてきてますよ一応頑張って生きてきてます全力でねやっぱ時代によって頑張り方も違うと思うんでお なんかいいこと言ったね,ういいねそうですよ、うん、みんな頑張って生きてるんですから神谷さんバカにしないでください <laughs> <laughs> 神谷さん本人にだけメッセージ送るんじゃない <laughs> すいません <laughs>